て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダーディエンドの強化フォームについての動画となります。お、ディエンドも強化フォームがもらえたのか。ディケイド放映中にはもらえず、超電王シリーズで登場した際に獲得したという稀有なパワーアップでしたけどね。超電王にゲスト出演した時にパワーアップしちゃったのか。さて、そんなディエンドの強化フォームは、ディエンドが K タッチを用いて変身する。ファイナル仮面ライド、ディエンド。でおなじみの仮面ライダーディエンドコンプリートフォームです。ディエンドもコンプリートフォームになるのか、いや人選がちょっと謎っていうか、普通にゴーライダーが選ばれるのでは。スカル以外はダークライダーかつ、劇場版で登場したライダーという共通点がありますね。いや、だったらスカル入れずにガオー入れたらよかったんじゃないか。電王のライダーいないし、そうすれば収まりが良くなるぜ。多分大人の事情ですね。特に電王のダークライダーが入ってない理由も平成に帰つダークライダーでもないスカルがいる理由も、ぶっちゃけわかりません。大人の事情か。こちらのコンプリートフォームの特徴としては、アタックライド劇場版を使うことで、全ライダーを同時に召喚し、必殺技を発動可能です。ディケイドの場合は最強フォームが1体だけ出てきて一緒に必殺技だったけど、こっちは全員一気に呼び出せるのか。さて、強化アイテムの K タッチですが、ディケイドのものよりさらに謎が多い羊のアイテムとなっています。ディケイドの K タッチはネガの世界のお宝だったんだよな。こっちもそうなのか？いえ、電王の世界の時間警察が所持しており、捜査員の黒崎玲治から回答に渡されました。知らない単語がいっぱい出てきたぜ。時間警察と派電王の世界で新たに発足された組織で、時間の運行を取り締まり、時を乱した容疑でデンライナー組を逮捕したりしました。え、デンライナー署とはまた別の組織なのか？レイジは人工イマジンのイブと共に G 電王となり怪盗も逮捕してしまいましたが、彼の目的が幼い日のレイジの心を救うためであったことを知り、レイジは人間に心を開きかけたものの、イブはそれに激高、単身で G 電王となり襲いかかってきました。イブはレイジが人間不信じゃないと気が済まないのか。人工とはいえイマジンなので、独善的かつ傲慢、人間は自分が管理すれば平和になるという歪んだ野望に目覚めてしまったんですよね。ああ、悪系のイマジンっぽいしそうだぜ。そうして G 電王になったイブを倒すためにディエンドコンプリートフォームに変身、勝利して決着がついたものの、なぜ電王の世界に K タッチがあったのか、なぜ時間警察が持ってたのか、なぜレイジは強化アイテムだとわかったのかは一切謎です。なんか何から何まで適当というかなんというか。さて、もう一つディエンドの特殊形態として、血の眼ディエンド変身体という形態が存在しています。なんかディエンドのアナザーライダーみたいな見た目だぜ。これは真剣者の敵勢力、下道衆の血の眼が偶然奪ったディエンドライバーで無理やり変身した姿のため、そういう風に見えますよね。戦隊怪人が仮面ライダーに変身したのか、この見た目も納得だぜ。異世界の異物を手にした影響か、血の眼は徐々に精神に異常をきたし始め、ディエンドに変身してからは自我すら失っています。戦隊とライダーの道具は相性悪かったのかな？ですがこの状態でもディエンドライバーを使いこなしており、仮面ライドでブレイドを召喚したほか、怪人ライドでファンガイアとアンデッドを召喚して襲いかかってきました。自我がないのにしっかり武器は使いこなしてやがるぜ。ただ、1号ライダーを召喚したのが災いして、ディケイドにファイナルフォームライドとして利用されてしまいました。それは仮に自我が残ってたとしても、ディケイドがそんな能力持ってるなんて知らなかったから仕方ないことじゃないかな。なお、肉体的に変質してしまった影響か、本来なら水切れという現世での活動限界があるのですがそれを克服して自由に活動できるようになった反面、二の目といういわゆる一度やられてからの巨大化ができなくなっているほか、本拠地であるサンズの川に戻ることもできなくなっていました。
戦隊ものではおなじみの巨大化戦闘はなかったんだな。血の眼を撃破した後はディエンドライバーを真剣ゴールドが回収し、怪盗が盗んだイカ折り紙と交換を持ちかけ、怪盗はしぶしぶ応じました。自分一人じゃ取り返せないんだから、盗品返すくらいで済んでよかっただろ。むしろ感謝すべきだぜ。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。